WRC Generations 難しすぎるラリーゲームを克服するための裏技やっていきたい。こんちゃポンキシです。今回なんですけれども WRC Generations、めちゃくちゃ難しいので、これ難しすぎるなって言って、これは僕には遊ばれへんわっていう方、おられると思うんですよね。私のことなんですけど、いやもう難しすぎて気軽にキャリアモードとか遊びづらいんですよね。そういう方がラリーゲームを克服するための裏技を考えていきたいと思います。今回のゲームは WRC なんですけれども、この動画シリーズだけではなくて、これまでの動画もラリーゲームであれば全く同じような内容なので、目当てのゲームと少し違っててもご覧いただければいいかなと思います。と思ったらぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。それでは走っていきたいと思います。ロケーションは日本、コースは岡崎、天候は昼、晴れ、ドライ、車両はトヨタヤリス、ラリーマンです。 WRC ジェネレーションズが、難しすぎるので、今回はジェネレーションズじゃなくて WRC9 を引っ張り出してやってます。で昼なのに暗いですね。暗いのでライトオンしてます。いや実は WRC ジェネレーションズが難しすぎて、気楽にキャリアモードとか WRC モード、チャンピオンシップモードがね遊べないんですよ。私の話ですよ。ジェネレーションズでも気楽にね遊べる方はそれでね全然いいんですけど、私の場合ね気楽に走れないです。ちょっと頑張らないと、これはちょっと気合い入れてって思わないと遊べない感じなんですよね。遊べないぐらい難しい。もちろんね気合い入れて集中して遊んだら面白いんですよ。練習なんかしたりして走ると、すごく難しいので、難しいっていうことはそれを乗りこなすことができる、すごいカタルシスを感じることができて楽しいんですけども、だけど仕事で疲れてる時なんかにねボケーっとしてね遊びたい時ってあるじゃないですか。そういう時には向いてないですね。あんまりジェネレーションズ、私にとってはそういう時には向いてないんで、ラリーゲーム、レースゲーム初心者の方も一緒なんじゃないかなと思うんですよね。いきなり初めてレースゲームやる、ラリーゲームやる、あるいはねゲーム自体初めてなんですよっていう方がいきなり WRC ジェネレーションズをやると、もしかしたらこれ難しすぎるな、面白ないなっていう風にね感じちゃう人がおられるかもしれないですよね。そういう場合はね WRC の昔の作品ですよね。WRC で言うと WRC10、9、8、7 っていう風にね番号が若くなればなるほど簡単になっていくんですよね。で数字が大きくなっていけばいくほど死ぬ要素がね強くなっていくんですよね。なので、例えば今私やってる9、これ9なんですけども、9でも難しいかなと思ったら8、7がいいかもしれないです。ただ番号が若くなればなるほど今度はねカジュアルゲームになっていくので、オンザレールの感じ、ラリーでいうと滑らしてダダダダダーっていうね、そういう要素が減ってくるんですね。なので私は9ぐらいがもしかしたらちょうどいいのかなっていう気がしてますね。7はねもうすごくカジュアルで乗りやすくて楽しいんですけど、ハンコンのフィードバックはちょっとねあんまり出来が良くないのでね、ハンコンの方は7はやめて8ぐらいから考えられるといいんじゃないかなと思います。ダートラリーでいうとダート4ですよね。ダート4が乗りやすくてね楽しいんじゃないかなと思いますね。初心者の方は、ダートラリー 2.0 がねちょっと難しすぎるわっていう感じの方はダート4がいいんじゃないかなと思います。ただ旧作を買うのに4000円も5000円もしますよっていう場合ありますよね。中古で買おうかなと思ったらそんなに売ってなくて、いや実は4000円5000円しちゃうんだよな、もう新作買うとほとんど変わらんぐらい高いんだよなっていう場合ありますよね。で、古いゲームはねやっぱり新しいゲームよりは洗練されてなくて面白くないんですよね。加えてサポートもね終了してる場合が多いので、不具合があっても治らないことが多いんですよね。なので、そんなに高いんやったらね買う必要はないんじゃないかなと思います。改めて買ってまでやる必要はないかなと思いますね。中古屋さんで500円やでとか、オンラインショップのセールで500円やでって、そういうようなね感じの時に簡単に手に入るんやったらね買って遊んでみてもいいんじゃないかな。それぐらいのレベルですよね。それぐらいの感じです。これ WRC9 を引っ張り出してきて適当にね走って1本目なんですけど、これ2年前に走った時に比べるともうむちゃくちゃ速なってますね。2年前にめっちゃ練習して走った時に比べるとめちゃくちゃ上手なってますね。やっぱ2年もねラリーゲームやってたのにそれだけ上手くなってるっていうことなんですね。ということはつまり2年前の時点では WRC9 は結構難しかったっていうことなんですよね。WRC9 結構難しかった、でもちょうど良かったかな。難しかったけれどもちょうどいい楽しい難しさだったんじゃないかなと思いますね。で、2年前に私が WRC ジェネレーションと遊んでたらいやこれは難しすぎて僕には無理ってねなってたような気がする。今でも難しすぎて無理なんで、2年前だったらもっと思いますよね。道めっちゃ狭いもんね、これね。道めっちゃ狭いじゃないですか。これを難しい挙動の車で走れって言われてもやっぱ難しいですよ、それは。ところがやっぱり WRC9 とか、いやもっと言うと8とか7の挙動だったら、これだけ道が狭くてもね、挙動自体が簡単だったら乗れるんじゃないかなっていう気がしますよね。楽しくね遊べるんじゃないかなっていう気がします。ゆっくり走ればね普通に走れると思うので、速いスピードでね走れながらゆっくり走ればいいですね。ゆっくり走ればいい。4分48秒243。さあどうか。1003位。いや結構微妙やな、これ。結構微妙。いや3桁乗れませんでしたね。3桁乗れない。いや結構みんな速いな。いやでも楽しく走れたんで全然いいかな。全然いい。さあでは俯瞰視点で反省会やっていきたいと思います。いつもと一緒ですよね。ライン取りをきれいにしてピタッとねクリッピングポイントに車をくっつけていくということができればいいと思います。スピードはね速くなくていいと思います。スピードは速くなくてよくてライン取りをねきっちりしていければいいかなと思いますね。ただ、かなりブラインドにはなってるのでそこは走りづらいですよね。コースがねもっとしっかりはっきり見えるコースだったらねいいんですけど、ブラインドコーナーになってるので特にボンネット視点とかコクピット視点だと難しいですよね。でこの WRC シリーズはコクピット視点、特にねハンドルの見えるコクピット視点っていうのはすごく視界が狭くて運転しづらいんですよね。運転しづらい。なのでそれはよっぽどこだわりがある方はねそれで頑張ってくれたらいいかなと思うんですけど、もしねハンドルが見えるコックピット視点難しいなって感じられる方はダッシュボード視点とかね、あとボンネット視点でねやられるといいかなと思いますよね。私の個人的な印象なんですけど、コックピット視点ってね全然実際の車に乗って競技してる感じとは程遠いんじゃないかなと感じるんですよね。程遠いっていうのはちっちゃい画面でやって、しかもそのちっちゃいハンドルの映ってるねコックピット視点でやっちゃうと、見え方がね全然やっぱ違うんですよね。見え方が実写の感じとは全然異なってくる。画面がちっちゃいと実際のね車乗った時でいうと、画面にしたらむちゃくちゃでかいですね。画面にしたらむちゃくちゃでかい。それこそね 31.5 インチの3画面とか、それでもちょっとちっちゃいんですね。実はそれでもちっちゃい、40インチの3画面あるいは65インチの3画面、そこまでやればねコックピット視点で実写感が出てくるかなっていう風なね感じあるんですけれども、画面が小さいとね、24インチとか27インチとか 31.5 インチとか、その辺の小さい画面だと、コックピット視点、ハンドルの見えるコックピット視点ってねやっぱり実写感全然出ないですよね。実写感が全然出ないで、むしろねボンネット視点の方が実写感あるんじゃないかなという気がするんですよね。私はそういう理由でねダッシュボード視点が好きなんですよね。ダッシュボード視点が好き。いや根拠のある話じゃないですよ。根拠のある話じゃなくて、印象ですよね。私の個人的な印象、個人的な感想、個人的な好みです。個人的な好みの話なんで、個人的な好みの話なんで、お好きなね視点で、無理をなさらずねこれでやったら楽しいなっていう視点とかね設定とかを見つけて遊んでいただければいいかなと思いますね。WRC9 やっぱ楽しいですよね。すごく走りやすくて楽しい。一つちょっと遊びづらいなと思うのはオーバーフェンダーがでかいんですよ。多分ねこれオーバーフェンダーがでかくて、でガードレール角張ってんすよ。多分コリジョンってショート探偵ですね。ショート探偵が角張ってるんですよね。でもちろんこれ A もね角張ってるんですよ。 A も角張ってるんですけど、普通ガードレールってね日本のガードレールって丸められてるでしょ。角張ってないんですよね。普通こんな風に見えてると角張ってないので、その感じでコーナーインに詰めていくとぶつかっちゃうんですよね。その感じでコーナー詰めていくとぶつかっちゃって、なんかちょっとぶつかるな嫌やなっていうのがありますね。そこぐらいかな。ここがちょっと嫌でちょっとリズム崩れてますね今ね。ここね今ちょっと見えたかどうかわからないけど角張ってるでしょ。角張ってるから角張ってるとこぶつかっちゃうんですよね。それでリズム崩れるってのはあると思うんですよね。今ちょっとそれでリズム崩れて怖がってるんですよね。これ怖がってちょっとこれ詰めすぎたって言ってアウト側に切り直してるからうまいこと走れないです。それぐらいかな。WRC10 もそうなんですけど WRC9 とか10の走りづらいところはそれぐらいかなと思いますね。あとはすごい走りやすいです。道狭いですもんねこれね。これでも荒井俊弘さん、みんな大好き荒井俊弘さんWRC2 クラスで2回ワールドチャンピオンを取ったっていう新井敏弘さんがおっしゃるには、これでもね道が広げられてて、特にジャンクションのとこ、道と道のつなぎ目ですよね、そういうとこが走りやすくね広げられてて、遊びやすく作られてると、遊びやすく作られてて、すごく楽しい出来になってるねっていうふうにねおっしゃってましたね。いや狭いんですけど、いやこれでもめっちゃ狭いんですけどね、我々にとってはまあめちゃくちゃ狭いんですけど、実際のラリーと比べると広く作られてるということですね。だけど実際のラリーの感情を味わえるようにむちゃくちゃ広くは作られてないんですよね。まあまあ狭く作られてる、まあまあ狭く作られてて、実際のラリーを感じられるとっていうことになってるんですかね。まあ、何を言うてるか分かんないと思う何を言うてんのか分かんないと思うんですけど、私自身何を言うてるか分かんないです。はい、今回 WRC Generations が難しすぎたので WRC シリーズで、それでもまあ遊びたい、 WRC ラリーの世界を楽しみたいということで WRC9 を遊んできたんですけども、まあ、いきなり何の練習もしなくてもそこそこ走れるぐらいは簡単なんじゃないかなと思いますね。ただこれはもちろんね WRC ジェネレーションズと比べてそうだっていうだけで、まあ、道も狭いしね、レースゲームが初めて、あるいはねもうゲーム自体初めてですよっていう方には難しい内容なんじゃないかなと思いますね。これでも難しい内容なんじゃないかなと思います。だけどね、この難しさっていうのには理由があるんですね。難しさっていうのは理由がある。それはラリーの世界を深く楽しんでいただこうと思うとリアリティを表現したくなるんだと思うんですよね。リアリティを表現したい。でそのリアリティを追求していくとどうしても少しずつ難しくなるんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあ、少し難しいですよ。もちろん少し難しいんですけど、まあ、そこをね克服して楽しく走れるぐらい上達すれば、このねラリーの世界 WRC の世界をすごく楽しめるような、まあ、そういうようなねゲームになってるんじゃないかなと思います。これからも初心者の方が誰でもラリーゲームを私と一緒に楽しみながら上手くなっていけるような動画をアップしていけたらなと思ってます。今回の動画おいいなと思ったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほらまたね。いや久しぶりに9やってみたらこれ面白いな。いやこれ面白いし、いや本格的やから上手くなるよこれ。上手くなる。いやこれ8とか7もまたやりたいな。またやりたい。面白い。